ちょっと待って、あの動かさせて、ごめん。元気すぼしさんです。お世話になっております。というわけで本日カットしていく石がこちら、トゲノコギリガザミでございます。マジで一生に一度食べてみたいと思ってた金がついに手に入ってしまいました。ということでもう早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、というわけで改めてこちら食材、トゲノコギリガザミでございますね。お店に並んでた時はね、ドーマンガニっていう名前で並んでたんですけれども、ドーマンガニって確かね、このトゲノコギリガザミの浜名湖とかで上がった時の名前ですよね。まあ地方名でドーマンガニっていう風に言われてますね。なんかドーマンガニって言われるとね、こうドーマン星マンって感じでね、レッツゴー陰陽師かなっていう風に思っちゃうんですけれども、まずはねこちらのトゲノコギリガザミなんですけれども、本日はワイン蒸しにして食べていこうかなと思ってるんで、まずはこの水からまな板にあげていこうと思います。そしてね、このトゲノコギリガザミ、このハサミを、このハサミですね、このハサミが半端じゃなく強力でございます。すごい強力なんで、本当にシャレにならないですよ。指一本挟まれちゃったらワンチャン骨折られちゃう可能性あるんで、本当に扱いには気をつけながら扱っていくんですけれども、蒸す前に一旦ですね、生きたまま蒸しちゃうと自節って言って自分の足とかを切っちゃうんですよ。なので千枚通しみたいなもんでね、締めてから蒸さないと自節されてしまうので、えい、はい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 、元気ですね。買った時はね、あぶら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 、3日前ぐらい入荷だったんで、ちょっとね元気ないですよっていう感じでお店の人とお話ししてたんですけれども、うち帰ってくる頃にはね、多分ね、水道開けないで、あったかいところを移動してきたんで、もともとね熱帯の方に住んでるカニで、沖縄とかのねマングローブとかにもね、あのいまして、マングローブカニって呼ばれ方もしたりしてるんですけど、ちょっと待って、あの動かさせて、ごめん。とりあえずね、カニをまな板の真ん中まで持ってきたら、こいつでねこの口のとこからぶっ刺して締めるということをしたいんですけれども、まずはそれをできるところまで移動して行きたいんだけど、足引っかかってこの挟まれたらマジヤバいですからね。よしこのトゲノコギガザミの口の部分、ここからブスッと刺しちゃって、あー待ってくれよ、口のところから刺して締めてしまいます。そうすることによってね、茹でる時に自節しないので姿はそのままに残ります。やば、まな板挟んじゃってるよこれ。ワンちゃんまな板持ち上げちゃうな、ほらこんなっすよ。ふざけてる余裕ないのでね、余裕ないですし、これから命をいただくのでふざけてる場合ではありません。では改めまして命をいただきます。いや、かなりねブスブスやって締めてはいるんですけれども、生命力がだいぶ強いですね。ちょっと口からだけでは締まりきらないかな。だいぶ動きは鈍ったんですけれども、もう一箇所ね締める場所として、このふんどしの部分ですね、ここの頂点のところ、ここのところから刺すっていう締め方もあるので、こちらからも締めておきましょう。はい、じゃあここに突き立てまして、はい、というね、ここから締める、締めてグリグリグリっと回していきますね。はい、ではこれで改めてノコギリガザミが締まりました。ではここまで締まったので、あとは蒸していくだけでございます。ということで準備が整いましたね。ニンニク、赤唐辛子、オリーブオイルと白ワイン、そしてノコギリガザミでございます。でワイン蒸しということでね、まずはこちらフライパンにねワインを注いでいっちゃいます。たっぷりとね注いでいっちゃいます。はい、では続いてここにオリーブオイルですね、たっぷりと注いちゃいます。
そうしましたらね、もうニンニクも火にかける前に入れていっちゃいます。チラチラチラっとね、刻んだものとね、潰しただけのものがあります。潰しただけのものもね、具として食べたいところがありますので。そして赤唐辛子ですね。辛いのが好きな人は種を取り除かずに入れた方がいいですね。自分は辛いのが苦手なので種は取り除きました。そして味付けはお塩でございますね。はい、ではではこんなもんでしょう。ということでね、こちらに火をかけていっちゃいます。はい、ではポコポコと沸いてまいりましたので、ここに本当は使わなくてもいいけどキャンドゥで買って気に入ってるから使いたい蒸し器を乗せて、その上にこちらノコギリガザミを甲羅を下にして入れていきます。そうしましたら上から蓋でございます。クソ、キャンドゥの蒸し器のせいで蓋が閉まんねえじゃねえか。まあこれ蒸し器使わなくてもいいんで今回なしにします。はい、では改めて蓋をしていきます。ではこのまま蒸すこと15分ほど、時間を移動していっちゃいましょう。ではでは、あれより15分経ちまして、しっかりとこちらノコギリガザミが蒸し上がりました。やった、もうバッチリ赤くなりますね。アスタキサンチンが含まれている証でございますね。じゃあ火を止めちゃって、でこちらトングでノコギリガザミをお皿に移していきます。よいしょ、うわめっちゃうまそう。そしてね、こちら蒸したスープも熱い、フライパン熱いわ。こちらね、蒸したスープもソースとしてね、こちらにかけていきます。はい、ではこれにてノコギリガザミのワイン蒸し完成です。では本日もいただきます。ではまずはこちらのノコギリガザミですね。こちら甲羅から外していきましょうか。こんな感じでひっくり返しちゃって、甲羅をガバッと開けていきます。ではでは、人生初、憧れだった食材ノコギリガザミ、まずはね、カニ味噌がどんなもんなのかっていうところからいただいてみましょう。カニ味噌がうまいのかどうか、カニ好きにとってはね、非常に重要な問題でございますので。ではこちらカニ味噌が取れましたので、ちょっとマドラースプーンでございますが、こちらまずは一口いただきます。味噌微妙いな。うまいかまずいかで言えば、それはまあどっちかっていうとうまいんですけど、まあカニ味噌なんで美味しいは美味しいんですけど、やっぱり味噌が美味しいね。毛ガニとか栗ガニみたいなね、濃厚なコクっていう感じではないかな。ちょっとあっさり感があって、かつなんて言うんだろう、やっぱり若干淡水寄りの臭みとまではいかないんですけど、若干のこう慣れない風味がありますね。うん、超絶うまいまではいかないけど、まあ食えんことはないかなっていう感じですね。しっかり完食はしていこうと思っております。ということで、ノコギリガザミといえばやっぱりもうこのハサミでございますよ。ご覧ください、見えますか、このハサミの大きさ。俺の顔と大体同じぐらいですからね。ということで、こちらの巨大なハサミを、これ言うて持てるほどまだ冷めてねえんだよな、熱いんだよな。熱いのをもう手づかみで食うのがね、カニの醍醐味でございますよ。カニを上品に食うなんて思わないことだ。足をもぎりまして、よいしょ、ふぅ、もうこの時点でこの肉、ちょっとここ先にいただきますかね。いただきます。うえ、身めっちゃうめえ。カニの一本一本の繊維がめっちゃしっかりしてます。もうなんなら鶏のささみかっていうぐらいのしっかりした食感で、身自体にね、ものすっごい甘みがあります。ニンニクと鷹の爪でね、ワイン蒸しにしたので、ガーリックのいい香りもふわーっと抜けていきますよ。ということでね、こちら本命のハサミでございます。このハサミね、なんかこう硬いものを割るキッチンバサミみたいなものがあればそれを使うといいんですけど、それちょっとうちにないんで、まあ、うちはね、先祖代々カニの爪を食う時には歯で割る、歯で割って暮らしてきました。このノコギリガザミ、おそらく甲殻類の中でも最も硬いであろうから、これを自分が噛み砕けるかどうかチャレンジしてみたいと思います。全然無理ですね。これは歯が立たねえ、文字通り硬すぎる。どうしようかな、とりあえずね、ここまずはここをバキッといってみますか。うわ、ここすら取れない。え、俺今日カニ食えねえのかな。オリーブオイルで手がベットベトだよ。あったあった、うちキッチンバサミありました。こないだキャンドゥで買ったじゃん。じゃあこのキッチンバサミのね、ここのところ硬いものを割るところ、ここで割れなかったら俺今日カニ食えねえからな。これを挟んで、
よっ。あ、硬い。嘘やろ、道具使っても割れんかったら俺今日絶対食べられないじゃん。よいしょ。マジ誤解されると困りますけど、あの激スモ水産全然非力とかじゃないですからね。どっちかっていうと力持ちですから。よいしょ。無理じゃん。ちょっとアプローチ変えてね、こうチョキとチョキでアイコンな感じでこの辺から割れねえかな。よいしょ。無理。ガチで無理っぽい。待って、どうやって食うのこれ。ちょっと待ってください、一回ググります。お待たせしました、ググってきました。どうやらですね、このカニのハサミをね、叩いていくと割れるらしいんですよ。で、叩くキッチン娘とかでいいのかな、なんかこうこういう感じでね、カン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 とカン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 とやっていくと割れるって言ってたのに全然割れないじゃん。まあ致し方ありません。キッチンバサミは四天王の中でも最弱。やはりね、ここはドンキで、ドンキの平たい方でね、やっててみましょうか。ガン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 、おお、ガンガン、おお、すごっ。ああ、びっくりした。今マジで全く想定外の割れ方したから、普通にびっくりしたし、リアクション取っちゃった。割れましたね。こういう感じなんですね。びっくりした。いやでも見てください、これ立派な身ですよ。半端な、やべえ。カニ好きの夢が詰まっとる。ではでは、ここまで苦労してようやくありつくことができました、ノコギリガサミのハサミ、こちらね、ソースにつけまして、このソースがね、うまかったんだ。さっき殻かぶりついた時ね、あの殻の表面の味だけはうまかった。はい、ということで改めまして楽しみな瞬間いただきます。言葉はいらない、尋常じゃないうまさです。もう一本一本の繊維が半端じゃなくしっかりしてますね。もう見てください、これ。どうだろう、これで映るかな。もうこんなん貝柱の繊維構成じゃないですか。うわー、憧れのカニだっただけのことはあるわ。今回はお上品になんて一切考えません。指でほじくり出しちゃって身を取り出していきます。うんみゃー。このカニね、今日このカニ1杯で7000円したんです。カニ1杯7000円したんですけど、それでも自分の満足度的に過去一コスパいい動画かもしれません。ワインも一応いただいておきます。ワインの味ですね。ではでは、激セマ水産が夢に憧れたノコギリガザミを堪能いたしましたところで、本日もエナジー注入1本いただきます。おはようございます。というわけで、あとはのんびりと味わっていきます。ということで、本日もごちそうさまでした。ということで、本日は激せま水産憧れのカニノコギリガザミをいただくことができました。外国の動画とかでマングローブの中を歩き回って、このノコギリガザミを捕まえてね、その場で食べる動画とか、あと自分が大好きな生物ライターの平坂博さんという方がね、 YouTube もやってらっしゃって、割と最近このノコギリガザミに実際に挟まれてみて、どの程度の脅威であるかを検証するというね、非常にためになる動画を拝見したりして、とにかく憧れの積もっていたカニだったんです。なので本日はね、食べることができて本当に嬉しいです。ということで、ノコギリガザミ、非常に美味しいカニでございますので、ご近所にマングローブがある方などはね、探していただいて、ぜひ召し上がってみてください。ということで、本日の激せま水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。